霊夢だぜ。マリサだよ。ゆっくり音楽解説始まるよ。もう1週間か。もしかして、さあ、話の続きを始めるぞ。ああ、やっぱり。っていうか、前の話なんだったっけ？まったく鶏みたいに物事を忘れていくな。うっせぇわ。はよう、喋れ。前に話した内容については、この動画で説明してるからぜひ見てほしいんだな。説明責任放棄しやがった。とりあえず話を進めていこう。YMO はロサンゼルスのグリークシアターでの公演を成功させ、念願だった海外進出を果たしたぞ。そして、今回の公演が大盛況だったことにより、ワールドツアーの開催も決定した。さらにすごいじゃん。トントン拍子に話が進んでいくね。もちろん日本でも海外公演の様子が伝わり、レコードの売り上げはうなぎ登り、日本でのライブも大盛況だった。また、2枚目のアルバムソリッドステートサバイバーは、日本で100万枚以上を売り上げた。だけど、このアルバムが全世界で発売されたのは、2年後の1982年のことだった。なんでそんなに遅れたんだ？アルバムのジャケットに問題があったんだ。アメリカ版ジャケットイラストを担当したミック・ハガテは、甲冑姿の侍、龍安寺の石庭をモチーフにした伝統的な日本文化と、最新のカルチャーをミックスさせた斬新なイラストを提供したものの、メンバー側はそれに対して難色を示したんだな。そのようなイメージを抱かれるのは受け入れがたかったのね。海外から見た日本のイメージは、富士山、芸者、腹切りという息を出ていなかったからな。80年代になって日米の経済摩擦問題が表面化すると、そこにエコノミックアニマルという、嫉妬と蔑視が入り混じったワードが加わることになるんだな。俺たちの親の時代だよな。バブルもあったし、一億総中流だったし、毎日パリピだった頃な。私たちはそういうの知らないで育ったから、ピンとこないけど、ただ、誤解のないように言っておくと、ミック・ハガテは来日経験もある日本通なんだな。日本文化や最新のカルチャーも学んで、ちゃんと敬意を払った上で描いたイラストだから、決して本人に偏見があったということではないぞ。YMO のメンバーは当初は彼のイラストに期待してたわけだから。本当の問題は、当時のアメリカに限らず西洋諸国は、日本やアジアに関するコンテンツを販売する際に、西洋諸国から見た東洋へのステレオタイプとも言える、オリエンタリズムを異様に強調させるんだな。スティーリー・ダンのエイジャのジャケットとかがそのいい例だと思うぞ。表現って難しいな。結局、ジャケットイラストはどうなったの？アルバムの販売は中止されたからイラストは没になった。本人はひどく落胆したそうだ。ただ彼の例のイラストはシングルライディーンのジャケットに採用されたが、彼の名前はクレジットされることはなかった。クリエイターあるあるだけど、なんかかわいそう。話がそれたから、戻すぞ。1982年にヨーロッパやオーストラリアでようやく発売された頃には、すでにテクノからニューウェーブに流行が移っていたから、海外のファンは遅すぎた発売を残念がっていたそうだ。そんなわけで、全世界へのアルバムの発売は中止になった。あれ？アメリカでは発売されなかったの？この時アルファレコードはAMレコードとの契約を終了していたから、残念ながらアメリカでは発売されなかった。あの時発売してれば、金が儲かってウハウハだったのにな。さすがもやしばかり食べてるやつの考えることは違う。霊夢が映画のダスティン・ホフマンみたいにおかしくなっていくよ。まあ、放っておこう。あまりにも有名になりすぎた YMO は常に多忙を極めていた。顔の見えない無国籍的なバンドを目指していたメンバーたちの趣旨に反して、YMO が日本の代表格に祭り上げられることに、メンバーたちは我慢ならなくなっていた。その時のメンバーを取り巻く状況を象徴しているのが、ワールドツアー時のライブ版である公的抑圧パブリックプレッシャーだ。このアルバムのタイトルは、YMO の英語作詞を手掛けていたクリス・モズデルが、異常な状況を目の当たりにして考案したタイトル候補の一つだった。わかる、わかるぜ。人気者はいつだって辛いものよ。これらの経験は3人は今までの顔の見えない音楽を捨てて、裸になる音楽を目指すきっかけになった。自作アルバム BGM にはそんな彼らの思いが凝縮されている。制作期間はワールドツアー終了後たったの1ヶ月半。
納期まで時間がない中で、メンバーは線のナイフルーム来たるべきものは5分20秒。それ以外は1曲ごとの時間を4分30秒に収め、ミックスも1曲1時間半に制限するという、ストイックなルールをメンバー自身に課していた。それゆえにドラムがタンタカといってブツッと終わる曲が多く、この方法は俗に雪広終わりと呼ばれている。楽曲は前作と打って変わってボーカル曲が多く、実験的で、アバンヤルドで、モノウゲで、ミニマルなものが多い。セールスも30万枚と振るわず、とても大衆に受ける内容ではなかったが、ファンの間では自作のテクノデリックと共に、ベストアルバムとして挙げる人が多い。なんか東風ライディーンのような、テクノバンドの面影がないよね。キューとかバレーとかこれもこれで面白い感じはするけどな。実は当時イギリスではニューロマンティックが流行していて、メンバーはそれを意識して BGM が制作された。ニューロマンティックってなんだ？ CCB か？それ、ロマンティックは止まらないじゃない？そんなわけないだろ、バカチンが。ニューロマンティックはデビッド・ボーイ、ロキシー・ミュージックなどのグラムロックと、クラフトワーク、ジョルジオ・モロダーなどのテクノに影響を受けた、エレクトロポップバンドの総称だ。1980年代初頭に流行したほんの短期間のムーブメントだが、カルチャークラブやデュランデュランなどのグループが活躍したぞ。YMO をいち早く紹介したのもニューロマンティック系だったぞ。カルチャークラブは MV で見たことあるよ。女装してる人だよね。ニューロマンティックも後で取り上げるぞ。なんか取り上げることが多くて大変だな、お前。そして音楽制作に使用された機材も変化した。ヒップホップでおなじみのリズムマシン TR-808 が活躍し、サブとして使われていたシンセサイザーのプロフェット5が、レコーディングやライブで使用されることが多くなっていた。また、録音機材も 3M 社のデジタル録音機を使用することになった。しかし、細野は、ディアックの8チャンネルのアナログ録音機材との併用を主張していた。なんでわざわざ古いものを使うの？細野の話によるとデジタル録音機器は音が変らしい。なんか気持ちわかるぜ。新しいパソコンの OS が使い勝手悪いから、前のバージョンにダウングレードした人とかいたぜ。その例え、なんか違う気が。次のアルバムテクノデリックは LMD649 というサンプラーを使った、世界初のインダストリアルテクノミュージックと言われている。きっかけはアルファレコードに所属していたエンジニアの飯尾義文が、当時流行していたインダストリアルミュージックを聴いていて、アルファレコードの付近に工場地帯があったことに気がついた。LMD649 って何？これは東芝 EMI のエンジニアだった村田健二が開発した機器で、LMD はロジック村田ドラムの略称だ。松武氏は、ドラムを録音して、それをサンプルとして利用するリンドラムを見て、他の楽器や音も録音してサンプル化したいという要望のもと開発されたぞ。今は DAW のプリセット音源に、ある程度の音は揃ってるけど、昔は自分で音を採取するしかなかったんだね。話を戻そう。早速、イーオアレコーダーを持って、街中のあらゆる音を採取してみた。工場地帯では、不審人物と間違われるなど、散々な目にあったらしいが。イーオさんの情熱、半端ない。帰ってきたスタッフはメンバーたちに、街中で採取した音源を聞かせることにした。車の走行音には全く興味を示さなかったものの、工場のプレス音になるとメンバーの目の色が変わったと言われている。普通に生活してると聞くことない音だからな。俺、メタル好きだから、メタリックな音を聞くと血が騒ぐんだよな。霊夢、メタルってそのメタルのことじゃないと思うよ。坂本は工場のプレス音をサンプルにして、アルバムの最後に収録されている前奏構想を制作した。シンセの浮遊感とプレス音のメタリックの対比がとても絶妙なんだな。レコード内にケチャケチャ言ってるけど、これは何？インドネシアのバリ島の伝統舞踊ケチャだ。細野は1981年の3月から8月にかけての休養期間にバリ島を訪れていた。この舞踏劇を鑑賞していて感動した彼は、この独特の民族音楽をアルバム制作に活かそうとした。一方坂本は、韓国を訪れて農村音楽に触れていた。テクノデリックっていろんな音楽が混じり合ってるんだね。まあ、ある意味ではワールドミュージック要素はあるかもしれない。体操はピアノ、
ベースの生楽器だけど、テクノっぽさがあるよな。この時メンバーは、テクノデリックのレコーディング中に、テクノは生楽器でもできると確信したそうだ。テクノはシンセサイザーやコンピュータの演奏という意味だけにとどまらず、スタジオを使った音楽実験という新たな概念を生み出したんだ。で、売り上げは？そうよくボケするな。テクノデリックの売り上げ枚数はおよそ11万8000枚だ。案の定、さらに少なくなったね。売り上げこそ少ないが、すでにAIMレコードとの契約が切れていて、アメリカでの販売がなかったことも多少影響しているぞ。ヨーロッパ、オセアニアでは以前からAIMを通してアルバムを販売していた。CBS レコードが引き続き販売をすることになり、日本のみならず海外のアーティストに大きな衝撃を与えたんだ。いつの世もヒット曲ばかりが注目されるが、その時の環境や、時の運にも左右される面があるから、売り上げが少ないことは決して評価されないということではないぞ。そうだね。昔の日本のシティポップのように、サブスクや動画サイトのおかげで世界中に聞かれたわけだしね。そして、アルバムリリース後には AMO はおよそ1年間の休養期間に入った。また休養したんかい？実はこの時、YMO は解散するかもしれないという憶測が流れていたそうだ。休養後の翌年に最後になるだろうアルバム制作を予定していた。多忙に次ぐ多忙だったもんね。働き方改革、メンバーはその間、ソロで活動していた。高橋幸宏と細野晴臣は YMO 所属事務所のよろしたミュージックから独立して、オフィスインテンシオを設立した。またアルファレコード内に円レーベルを設立し、ソロアルバムをリリースしたり、立花はじめやゲルニカ、サンディーザ・サンセッツをプロデュースした。細野自身は、かつてハッピーエンドで同じメンバーだった松本隆と、イモキントリオハイスクールララバイの作曲、アレンジを担当している。その中で特に坂本龍一の活躍はさらに目覚ましく、今はの清志郎といけないルージュマジックで積極的にメディアに露出したり、大島渚監督の戦場のメリークリスマスでは、北野武やデビッド・ボーイと共演したり、音楽を担当して英国アカデミー賞作曲賞を受賞したりと、坂本にとって1982年は大きく飛躍した一年だった。この後は、1989年にラストエンペラーでさらにブレイクするんだよね。で、結局解散したの？その通りだ。解散前のアルバム浮気な僕らのレコーディングは、1982年10月17日から始まり、途中からはイギリス人ギタリストのビル・ネルソンが参加した。ビル・ネルソンって誰？ビルはニューウェーブ初期から活躍していたギタリストで、デビッド・ボーイのアルバムにも参加しているぞ。イーボーというアタッチメントで奏でるギターの音色は独特で、今回のアルバムでもそれが存分に活かされているぞ。来日した理由としては、イギリスで未発売だったソリッドステートサバイバーの輸入版を、レコーディングスタジオで聞いたことがきっかけだ。話を戻そう。無事にアルバム浮気な僕らは12月29日に収録を終えた。その中の君に、胸キュンは某化粧品の CM ソングとしてタイアップされるぞ。今回のアルバム、ポップで明るい曲ばかりで少しホッとするぜ。高橋曰くポップで、お祭りっぽく、明るくやりたい。坂本曰く最後にポーンと花火を打ち上げて終わろう。細野曰くは AMO は実質テクノデリックで終わった。これで解散なんだね。本当にお疲れ様だよね。ちなみに彼らの場合は解散ではなく散会だ。それの何がどう違うんだ？散会はもともと軍事用語なんだ。兵の集団が散って、開くという意味で、またどこかの時点で再結成するかもしれないという意味も込められていたんだ。実際1992年に一時的に再結成されてるしね。発言主はアルファレコード社長の村井ではないかと言われているけど、本当のところは誰が言い出したかは分かってないんだな。でもこれでひとまず区切りがついたってことだね。で、散会後はどうなったんだ？散会後については次回の動画で語るぞ。YMO ネタで延々と引っ張ってんじゃねえよ。お前、見てくれている方々、どうか一週間後もよろしくお願いします。もう疲れたぜ。今日のバイトマジでサボろうかな。働かざる者食うべからず。こっちがいい手はハロワイケ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。
チャンネル登録よろしくね。案外尺長いよね、これ。とにかくひもじいのでどうかチャンネル登録を。そんな生々しいこと言っちゃダメじゃねえか。しょうがないな、おいらが最後に何か言うっぺ。おなしゃす。じゃ。